見えない世界のサイエンスナビゲーター、種市です。はい、今日はなぜ我々に高次元が見えないのかっていう話をしますね。この宇宙が5次元以上の高次元だった時に、どうして我々は空間3次元、縦横高さと時間合わせて4次元軸、4つしか感じないのか、他の次元はなぜ見えないのかについて考えてみたいと思います。まあ、一つは我々の4次元軸、住んでる軸がこのブレーンだとすると、一つの可能性としてはその外に光が出ていかない。外の次元、まあ、4つの次元以外の次元を余剰次元って言いますけど、余剰次元と我々のいるブレーン宇宙の間に光がやり取りされない。行き来ができない。光が4次元軸、ブレーンの上に拘束されているっていうのがまず一つの可能性。もう一つの可能性は、量子効果が考えられますね。量子効果のために、光は行き来できるんだけども条件があって、高エネルギーな光しか出ていけない。入ってこれない。なので、我々はその高次元な、まあ、フォトンって言いますけど、光をやり取りできないから、禁止はされてないけど、見えない。そういう考え方があります。で、これちょっと説明したいんですけど、量子効果というのは、これですね。これは僕の友人が撮ってくれた写真で、実は新潟平野なんですけど、この絵綺麗ですよね。なんで綺麗なんでしょう。どうしてこの絵を人間は綺麗、美しいと感じるのか。これは捕食の関係にあるからです。捕食の組み合わせを人間は美しいと感じます。で、この空の色とこの地面の色ですね、この対比、これがちょうど捕食関係ですね。まあ本人は狙ったわけじゃないんですけども。で、捕食というのはこの絵にありますように、この絵の180度反対対角にある関係、これが捕食関係です。で、人間が感じる色というのは大きく分けて2種類あります。一つは発光、もう一つは吸収ですね。発光っていうのはわかりやすい。まあ照明器具とか太陽の光でもそうですけども、そういう光を直接感じる。その光の色を直接感じます。当然ですけど、オレンジ色の光はオレンジ色に感じる。で、もう一つ吸収ですね。これは大半、我々が感じる色というのは大半が吸収です。それは、発光器具とか太陽の光でも何でもいいんですけど、発光された光を、の反射光を見るということですね。まあ、反射光を見て、白いと感じたり、こう、ピンク色だと感じたりするわけです。それは何を見てるかっていうと、別にこのピンク色はピンク色の発光を見てるわけじゃないですよね。これはまあ、なんだろう、パンフレットなんですけど、表紙の色、ピンク色に見えますが、ピンク色の光を発してるわけではないです。これは、まあ今、外から太陽の光が入ってきてますけど、それを反射して吸収された結果として我々ピンク色見てるわけです。で、吸収されてるのはピンク色の補色が吸収されてるんですね。補色が吸収されて、残りの色を相対として全体として、僕らピンク色と感じている。太陽光ってのは、ご存知のように白色光なんで、あらゆる色が混ざってるんですが、そのうちのピンク色の補色、なんでしょうね、深緑、青緑ぐらいですかね。青緑の光が吸収されて、結果として我々はピンク色見てるわけです。で、量子効果でその光が実は見えてるということなんですけども、例えば、野球のピッチャーがこう、球を投げますよね。そうすると、いくらでも、原理上は、時速何キロでも投げられるわけですね。例えば、その人が、時速150キロまで投げられるとすれば、150キロまでの球なら、140キロでも、145キロでも、142.5キロでも、140.0001 キロでも、原理的には投げることができます。ところが、量子効果っていうのは、それを制限つけるんですね。野球のボールが閉じ込められたとすると、そのボールは、例えば、140キロでは動けて、150キロでは動けるんですけど、145キロでは動けない。145キロという速度が、その狭い領域では禁止される。っていうのが量子効果です。エネルギーが飛び飛びの値しか取れないわけです。間のエネルギーっていうのを取ることができないんです。それは、どのぐらいじゃあ飛び飛びになるかっていうと、それは狭さによるわけです。狭いほど、飛び飛びの感覚が大きくなります。話は飛びますけど、人参。人参はオレンジ色に見えます。当然、オレンジ色の補色。
が吸収されてそう見えるわけですね。なんでじゃあ青が吸収されるかというと、人参はまあビタミン A、カロチンの分子、こんな風に長い分子なんですね。有機分子なんですけど、この長さがちょうど青光を吸収する長さなんです。たまたま。だから人参はオレンジ色に見える。分子の長さによるわけですね。まさにこれ量子効果なんです。で、余剰次元空間の大きさによって量子効果が現れる可能性があります。ある程度小さければ、そこに行き来できる光のエネルギーが制限されるわけですね。このように、飛び飛びの値しか取れないので、最低のエネルギーでも、余剰次元の大きさによっては大きくなったりできるわけです。で、この最低エネルギー順位が、我々が用いることのエネルギーより大きかったら、禁止はされてないけど、行き来できないよという話。だから高次元は見えないよって、このストーリーわかりますかね？我々が地上で作り出すことのできるエネルギーっていうのは、スイスとイタリアの国境にあるセルンにある LHC っていう実験装置で、これで、まあ、10テブっていうエネルギーが扱えます。もし、余剰次元の大きさが狭くて、最低エネルギー順位が10テブより大きかったら、我々はそれを感知できないのは当たり前ということになります。しかし、存在しないわけではない。余剰次元空間が存在はしているけども、まだ我々の感覚、実験レベルはそこに達してない。それで我々は高次元が見えないんだ。という可能性も考えられるわけです。